はい、いたしあいチャンネルの小賀ですえ。今日もですねちょっと深刻なニュースがえ新聞史上を踊りましてちょっとこれはですね果たし合い的な解決に乗り出さなきゃいけない問題だと思いましたので。 取り急ぎ動画を作らせていたただきましたニュースの内容はこちら「山尾志り氏は倉持の家で何をしていたのかを説明すべき NHK 党の立花氏が議員辞職を迫るといったこのニュースです」まあ、新聞記事になりました、まあ、新聞というのはもちろんですねあの世界を代表する東京スポーツでございます NHK 受信料を支払わない方法を教えると過去 NHK 党の立花孝志党首なんですが、えっと、7日のです、ね、定例記者会見で、国民民主党の山押衆議院議員に、 対して国会議員はやめた方がいいっていうですね厳しいことを、えー、言われました、えー、山尾氏はですね国会議員に配布される JR 無料通行パスまあ、通称議員パスを私的に利用してまあ、倉持倫太郎弁護士この方ですねの家を訪れていたことなどが先月末ですねまあ、これまた世界的な週刊誌週刊文春で報じられました でこれに対し、ですね山尾氏はツイッターで、ですね、まあ、公私の別を大切にしている自分として、その区別が曖昧に見える行動を取るのは良くないと深く反省していますと説明、今後は都内移動時に議員パスを使用しないと明言したが、倉持氏との関係については一切触れてなかったんですね。 で立花氏はですね、まあ、果たし合いでも大変お世話になっていらっしゃる方です、私も個人的にすごくお世話になっている方なんですが、えー、自身もですね、この議員パスについて、えー、一昨年の参議院議員時代ですね、私的、使用目的で使ったことがあると、えー、自分のことをですね、あのーまあ、カミングアウトされてるんですで。コメントとしてはですね 私的利用できないっていうことを知らなかったとむしろ電車に乗っていることをアピールした方うが庶民感覚があると思っていたとのことなんですねただ酔っ払いに絡まれるので使わなくなったと、まあ、議員は講師が曖昧のためプライベートでも使ってもいいんじゃないかと個人的には思っているけども、まあ、ほとんどの人が使用で使ってんじゃないのっていうコメントをされてます。 で、議員パスの問題はですね絶対氷山の一角だよと山尾さんに始まったことじゃなくて全員が使用で使ってるよっていうことをおっしゃってるんですその上で山尾さんにはですね私的利用は問題ないんだっていうことを堂々と言い返してほしかったんだけど謝るんだったらきちんと謝罪してほしかったとで、倉持さんの家に行って何をしていたのか国民は聞きたいと。 で、なんでそこを隠してるんだっていうことをですね立花さんが追及してます。で、肉体関係はあ,りませんあるいはねあるので半分プライベートですとかそ,れそういうの言わなきゃいけないと。うん、肉体関係がないんだったらあのちゃんと仕事ですよと。 肉体関係があるんだったらプライベートですよとここ何で言わないんだってことを立花さんはですね厳しく指摘してるんですでそれを紙切れ一枚の釈明でずるいよと、うん、山尾さんずるいよとそんなことだったら国会議員やめた方がいいよっていうことを立花さんは指摘してますでまあ詳細なですね指摘あ詳細な説明をですね山尾氏に,にはですねしなかったわけですよ でそこに対して議員辞職を立花さんが迫ったということなんですね。で私もですねやはり税金を納めている国民の一人でございます。なので公務でどのような仕事をねしているのか監督する義務があるんですよ。納税している以上はその 私たち全員がね払ったお金がね議員パス山尾さんの議員パスに使われて山尾さんはそこで具体的にどんな仕事をしたのかっていうのを山尾さんは説明する義務があるわけですよ。でその公務でねあのどんな仕事をねしたのか倉持林太郎弁護士の家でどんな公務を具体的にされたのかまあ国民の義務としてねやっぱ知らなきゃいけないと思うんですよね。 税金を納めてる人間の一人としてやっぱりこういうのきちんと興味関心を持って監督しななきゃいけないけですよね、うん、でその自宅でしていた仕事を、えー、とまあ具体的にね何していたのか私の果たし合い的な提案としては果たし合いのリングでその自宅で倉持倫太郎さんと一緒にした仕事を果たし合いのリングでぜひしていただけたらな って個人的には提案したいなと思うんですね、うん、そうするとですね国民もですねまあ倉持さんのご自宅でされたね山尾さんと倉持さんがされたお仕事をね、あのーまあ、自宅でされたら他の人見えないじゃないですか、ね、だけど国民全員が見える果たし合いのリングでそのお仕事をですねちょっと、えー、された仕事を具体的にしていただけたらなと思うんですよね。 まあそうすることによって、えー、国民に対して透明感がありますしまあ政治だとかえー、っとね政治家に対してのクリーンなイメージそれでそういうブラックボックス化するからですね「週刊文春」がこういった写真をね出したりですね。 こんな風にね山尾しより衆議院議員が倉持弁護士と国会に無届け海外旅行スクープ速報とかねそんな風に書かれてしまうんですよね山尾さんは当然ですね仕事でこういう風なあの行動されていたんだと思うんでまぜひともみんなの前でねリングの上でその仕事を実演していただけたら嬉しいなと思うんですよやっぱりすごく残念なのはですね山尾さんが あのー、不透明であるっていうことが理由で、まあ、いろんなねインターネット上にいろんな写真が載っているんですよで推測するしかなくなっちゃうんですよ例えばこんな画像が出てますよああ気持ちよかったとかねそれ,それからこんな画像も出てますよホテルに行っても認めなければ OK 不倫に優しい国を目指しますとかそんな誤解を生んでしまっちゃってるんですよねこの言わないっていうことが。 それれだとかかこれ何ですかいちご牛乳衝撃の使い道みち「みっかいふりと」とこんなのさ山尾さんのされている素晴らしい仕事と仕事が誤解されてしまうんですよそれとかこんな画像作ってるやつもいる「り太郎くんにいちご牛乳で館長されるのもう気持ちよくてやめられないわいちごプレーラブ」とか。でこ こんなことしてるんじゃないんだってきちんと公務をまあ、公務の公ってあの公の仕事をしてるに決まってるんですよで、ね、こういう合成写真を作る人もいるねだから残念なんですよねこうやってちゃんと頑張ってる方が誤解されるのは私としてはすごい残念なんでぜひ山尾議員には、えー、果たし合いのリングでね えー、倉持さんと一緒にそのされた仕事をね実演してくれるっていうのが説明してくれるっていうのがすごいいいなと思いまして、えー、まあここで言うだけじゃあれなんで私ですね山押し寄りファンクラブに入ってますので公式 LINE の方にですねこんな風にメッセージ送っちゃいましたこんな風にうに、ん、こう送りました公務頑張ってください よかったら議員パスを使用して倉持氏のご自宅に行かれた際に行った公務についてどんな仕事をされたのか具体的に詳細教えていただけたら幸いですと私送りましたそしたらねあの返事来ました山尾さんから。 メッセージありがとうございます。今はまだ個別に対応することができませんがメッセージは受け取りました。引き続き山ししをよろしくお願いしますキキラキラってことだったんで私もですねありがとうございますってスタンプをしたらそのスタンプも返信がねうさぎちゃんのスタンプがねこう来ましたよ、うん。まあそんなやり取りをさせていただきました。 まあこの進捗ねまたあの皆様にお伝えしていきたいと思いますのでえ政治と果たし合いえ両方ともですねえ国民をいい方向に向かわせるための行事イベント新ソリューションですのでえ引き続きよろしくお願いします。